木下康二は、日本の財務官僚、第10代財務事務次官。2015年に、日本政策、投資銀行代表取締役副社長に就任。2018年には、同社代表取締役会長に就任し、現在に至る、新潟県新潟市出身。新潟県立新潟高等学校を経て、東京大学法学部、第二類を卒業。 東大在学時は2年の後半から公務員試験や司法試験を目指すグループに入り勉強していた。東大卒業後の1979年4月、大倉省に入省。入省同期に田中一保、香川俊介、桑原茂広氏、加藤勝信らがいる。配属先は主計局総務課。主に大倉省では銀行畑を歩み、1999年、 主計局主計官に就任し、運輸省と郵政省を担当。同年、内閣官房長官秘書官事務取扱いとなる。2004年より、財務省大臣官房総合政策課長。以降、同省で、大臣官房文書課長、大臣官房総括審議官などを歴任し、2011年、国際局長に就く。翌2012年、 主計局長に就任したが、財務省では2000年7月に主計局長に就任した林正和以来、官房長から主計局長に昇格する人事が通例であり、木下はこれを破る形となった。2013年6月の中央省庁幹部人事では、第二次安倍内閣の下で女性の積極登用や従来の慣例を覆すサプライズ人事が相次ぐ中、財務省では、 主計局長であった木下が順当に事務次官へと昇格した。国際局長経験者が事務次官に就任したのは前進にあたる旧大倉省時代の国際金融局長を含め、1947年前期入賞で主税局長も務めた大倉正隆以来35年ぶりであり、戦後入賞者では木下が二人目である。課長補佐時代は、 1990年代以降のバブル景気崩壊の過程で高度成長と結びついた制度や価値観の変更を迫られた。この時大きな流れを見極める眼力を持っていたなら少しは違ったのではないかとして欧州危機が起こる中で状況は同じであると2011年に述べている。日本の財政状況はギリシャよりはるかに悪いとの認識を持ち、 国と地方を合わせた基礎的財政収支を2010年度の対 GDP 比マイナス6.6%から2015年度までにマイナス3.3%へ半減させるなどとした中期財政計画の目標を達成するためには歳出抑制の徹底と2015年に消費税を10%へ増税することが必要であると主張している。2005年から2008年まで財政制度等 審議会で臨時委員を務めた長谷川幸宏は日本の消費税は25%にすべきだと辞書に書いたところ当時主計局にいた木下に委員になれば長谷川さんが欲しがるような材料はいくらでもあげますよと勧められ審議会への参加を決めた主計局長大阪のロッカーに入っている最新の財政資料が自由に使えたほか これらより詳細な対外的な説明の流れという課長級以上の職員が取材を同様に所持する書類も受け取っていたため取材する必要がなくなってしまうほどだったという2013年6月28日に財務省事務次官に就任して以降は新聞や雑誌等各種メディアで消費税増税に関連する主張を展開しており 時間就任翌月の7月19日には財務事務次官として自身の出身地である新潟県の地元市新潟日報のインタビューに応じ内閣総理大臣の安倍晋三が消費税の8%への増税の見直しを示唆していることについてあくまで政治判断だとしつつも我々の立場としては予定通りに進めてもらうことを望んでいると述べた。同年8月31日 読売新聞が消費税増税を見送るべきとの社説を掲載した際には同紙の主筆である渡辺恒夫のもとへ事務次官である紀根自らが増税の必要性について説明に出向いたと講談者が発行する週刊誌である週刊現代が2014年4月に報じている9月18日内閣総理大臣安倍晋三と財務大臣麻生太郎による 消費税の増税判断をめぐる会談の場で事務方として消費税の増税を推進している財務省側の立場を説明する予定であったが、安倍が官僚は同席させるなとの指示を出し同席することができなかった。日本政府が消費税の8%への増税を表明した翌月の11月1日、辞表者が発行する月刊誌、 辞表を2013年11月号において、消費税10%を前提に努力すれば、中期財政計画の目標達成は十分可能と、題した森信重樹との対談記事を発表し、中期財政計画の目標について、消費税10%等により、税収が上がれば、目標達成は、可能。消費税10%を決断していただき、かつ歳出抑制もきちんと行えば、 達成可能などとした上で、まさに目標性の可否は政府の決断にかかるということになりますと述べている。前出の新潟日報のインタビュー記事では、地方の財政は厳しいが、国の財政はもっと悪いとの考えから国による地方への財政支援には消極的な姿勢を示し、産業政策についても地元の頑張りにかかっているとあくまでも事情努力を促している。 ありがとうございます。